おはようございます。チレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。私ですね、ジムにちょこちょこ行ってるんですよ。結構ね、あんまり話題にしてないかったんだけど、まあ、ジム？スポーツジム行ってるんです。はい。で、昔はね、なんか、なんだかんだ1年ぐらい行ってんのかな？だから結構行ってることになるんですけど、実際じゃあ行ってる頻度ってどんぐらいなのって言ってみたら、まあ大体1週間に1回。昔は仕事終わりとかに余裕があって言ってたのに、今はね、もう仕事終わってたらもう何もやる気起きないぐらいおじさんです。スポーツジム行ってますが、体力の低下を感じます。なんだか無情です。というわけで、じゃあ今日はね、今日は企画考えてあります。行ってみよう！暗黒神ラプソーン予定モデルやん。体の色ちゃうもんな。うん。体の色の方がまがまがしいな。モンスター間違えたし。ああ間違ってた俺が悪いよ。うん。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。だね。え？あ。ああ。神は言っている。いろいろと動画や生放送を見返しているとですね、結構こいつに負けてんじゃないかって思うんですよ。ラプソーンです。はい。こいつ結構強くって火力が高いとか、耐性も結構あったりとか、状態異常もあったりって言ったり、結構実はドレアムもそう難しいんだけど、こいつもするとね、生放送で負けてたりするんですよね。ですが皆さん安心してください。この度私、必勝ボタンを見つけました。必勝ボタンを見つけました。必勝ボタンを見つけました。必勝ボタンを見つけます。使っていくのはこちら3体でございます。嘆きの亡霊、ナイトイッチ、プロトキラー、はい、マチルダ・カラッペ院長です。じゃあこれでいきたいと思います。これが必勝パーティーでございます。私の考えた必勝パーティー、得と味わうがよい。さあ、というわけでね、大魔王カードを使ってね、白目赤目と攻略していきたいと思います。まあドラムと同じ感じですよね。さあ問題はですね、これね、初期から実装もうね、バトルロード初期から出てるこのラプソンね、モンバト1でこいつ出た時ね、みんな絶望してたよ。どうすりゃ勝てんのみたいなさ、本当にどうすりゃ勝てるんだみたいなレベルのね、強さを誇る暗黒神ラプソンとの対決でございます。HP5800 ね。まあ、まずまずって感じですよね。さあ。で、このね、ラプソーのやばいところを言っていきますと、火力がマジで高いです。賢さ441、力392というね、高数値から放たれる技の威力がやばくって、さあ、ここインテス、ドルモアかインテスが欲しい。ドルモアいいよ。で、この3体のドルモアダメージ、大丈夫、余裕だろ、おめえら余裕だ。さすが大丈夫でしょ。どんどんドンやったはははは。マジかすげえ。マスタードムースキャンにより、呪文耐性上げたり、暗黒耐性上げたり、賢さ、ね、上げたりしたわけですけど、そしたら全員ミスになったやんか。来た来た、これこれ。いや、お前もミス、全員ミスってそういう意味じゃない。すげえ、全員ミスやで。ちょっとびっくりしたわ。マジか。え、ここまでいけるんだ。マジかよ。オッケーオッケー。この一旦をね、ミスにできるのはすごくでかくって、そうすると。いやー。この大魔王戦において、やっぱ暗黒耐性ってすごい重要で、ほとんどの大魔王が攻撃に暗黒を含んでるんですよ。一部ね、含んでない頭のおかしい連中もいますけど、暗黒を含んでいない。大体の魔王がね、攻撃に暗黒属性。特にね、この、ラプソン。ラプソンに至ってはほとんどの攻撃に暗黒が含まれたり、暗黒呪文だったりするんで、まあ、暗黒耐性の高いね、モンスターを揃えた感じになります。まあ、他にね、今回使っている嘆きの亡霊、ナイトイッチ、プロトキラー、ともども暗黒耐性がね、なんていうかな、凄まじいんですよ。なんていうかな。暗黒耐性は確かにあるモンスターはちょこちょこいると思うんですけど、その中で暗黒耐性のダメージ経験率、まあ、要するにプロトキラーやデンタサウルスの打撃耐性みたいな感じですよね。それが凄まじい。モンスターがいる。他にね、暗黒耐性高いのはカマッチやメタルハンターなんですけど、メタルハンターは初期の攻略にも使ってましたけど、今回はね、プロトキラーを採用してます。さあ、これ怖いよ、打撃だよ、にゃー、うわっあれあれ
イーゼコスやべえなと思ったけど、やれはい、あげるぞ、空っぺナイス、うわ隕石落としが。あれおかしいな、隕石落と全然食らってねえんだけど。マジかよ。おい、必勝パターンこれ来たよ。本当に、今回はね、ちょっとね、どっかのね、どっかの動画ではね、必勝パターンとか言って一回負けてますけど、今回はマジで必勝パターンかもしれんわ、ちょっと。暗黒体制をね、上げまくったんですよ。ナイトウィッチはただでさえね、暗黒体制も優秀だし、もうスペシャルカード今いらないね。5ターン目まで様子見でいいよね。でも5ターン目まで様子見してる方が危なかったか？待って、5ターン目に様子見、危ない？いや、さすがにでも、5ターン目まで回すとやばい。逆にこれ。ちょっと5ターン目に回したら負けすじゃん。ちょっと避けられすぎてね、カラッペ力上げてるからね、それ避けられるのはね、結構負け筋なんですよ。さあどうだ？ドルマン余裕ですね。この韓国人はバカですね。はい。もうね、学習能力はないんですよ。学習能力。うん。あのね、効かない技を打ってる。もうね、学習能力ないよ、こいつは。はい。どっかのギガでいいんだよな、これ。どっかのギガでいいんでもここまでしねえよ。やった。当てろ！オッケー！勝った！スペシャルカード使わずして勝ちました。あれはもう必勝パターン。マジで必勝パターンかもしれん、ちょっと。いや、神動画か、これは。感じでやってるんで。まさかの理想論が一発で通っちゃったんですよね。いや、どれもはミスはでかいよ。いや、皆さんちょっと勘違いしてると思うけど、もっとラプソンコーヒー強いからね。本当に。もうマジで初見の時苦労してるから。さあ、本題はここからでございます。ね。まあね、白目は本当に楽だったんだけど、ここからなんだよね、問題は。これですよ。新赤目ラプソン。これに、僕ね、初めの頃めっちゃ負けてたし、そう、こいつマジでちょっと初見の時本当に苦労したレベルあるんだよね。モンマスでちょっと雪辱果たそうぜ。強キャラっていうもんを使ってな。問題は6800っていう高 HP を削る手段と、こっちの HP 見てわかると思うんですけど、2334しかないんですよ。マスターダブルスキャンで HP をね、ちょこっとしか上げてない。だから、昇降効果をペイして、マスターダブルスキャン効果を取ってるんで、まあ、HP 的には厳しい。多いね。さすがにバゲも通るね。そう。嘆きの亡霊にはね、賢さアップと暗黒体制をね、強化にしてるっていうね。もうちょうど嘆きの亡霊が暗黒、なね、ゾーマに、ゾーマじゃねえ、ごめん。やべえ、ちょっとふざけたこと言ってたやばいぞ、これ。こんなやつやばい。余裕余裕余裕ですね。本当に余裕だな。いやー、嘆きの亡霊バイバイ。あーだよなー、そうだよなー、サイコストーン強いんだよ。そうだな、サイコストームはマジで強いからな。そう、嘆きの亡霊のマスターバスキャン賢さ上げつつ、ラプソンの攻撃を耐えれるようにしてあるんですけど、ちょっとこれね、危ないよね。どうしよう。回復をするか。回復にしよう。いや、もうちょっと迷ったな、今。この迷いやばいな。これね、6800を削るのってどうなんだろう。ギガデインとかの方が良かったかな。ちょっと回復取ります。さあ、とりあえずエロイルを出して、聖なる祈り。このターンのラプソンには状態異常行動がないんですよ。ドルモアか流星群。なんで、ほぼ確実に450回復は狙えますね。で、時点のターンでも、まあ、最悪300回、まあ、狙える可能性はあるんで、ここで動けない。でもさ、バギマができないのきつくない？カラペ頼むわ。唯一力上げてんのはお前だけだ。まあ、打撃俺も上げてると言い上げてんだけど。よしよし、305。ラプソン打撃は通るからね。あ、どうだろう？芯になってどうなったこれ。ちょっと怖いよ。芯になって、ドルバーの威力がどうなったか大事ですよ。大丈夫かな？威力上がってか。さあ、どうだ？見せてみろ！あいや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 なんか中国のカンフーみたいなのできたぞ。あいやって言い始めたぞ。オッケーオッケー、ドルモアはやっぱ無傷なんだね。さすが南国体制だな、マジで。マジでさすが南国体制だな。で、カマッチを採用しなかった理由は、本当に、メラゾーマやばくね打撃体制が問題だからカマッチ採用しなかったんですけど、メラゾーマやばいぞ。ちょっとさすがに火炎呪文だぞ。大丈夫か？いかん！さすがに食らうんか？暗黒入ってるとはいえメラゾーマ食らっちゃうのか？そっか。ここで食らうんだ。ドルモアっていう暗黒単呪文ならいいけど、メラゾーマは炎暗黒呪文なんですよ。二つの呪文属性入ってたら無理なんだ、軽減は。くっそ、マジか。食らっちゃうのか。まあでも、まあまあでも OKOKOK。輝く息とかの方が怖いよ、てか。
やっぱその輝く息とかの方が怖いから、まあ OK だね。で怖いのは4ターン目5ターン目です。実は4ターン目5ターン目が結構怖くて、耐久面は多分問題ないと思うんですけど、こうなるとラプソンのね4ターン目5ターン目に入っている凍てつく波動です。凍てつく波動で場を荒らされて勇気がねたまらないっていうパターンが一番怖いんで、ちょっとそれがね何とも言えない感じだね。あとさっきから思ってたんですけど、 SP 使った時にカラッペがよくフィジカルコマンド選んだなってメンタルコマンド選んでバカバカバカっていうのはねテンプだったんですけど、これはうん、どう来る？ドルモーは暗黒三呪文、これはゼロですね。オッケーオッケーオッケー。いやドルモーの頻度高えな今回。輝く気打ってこないのは助かるわ。まあ余裕ですね。これはね無人ゼロなんで。はい無駄。はい無駄。無駄無駄。これ次のターン大事やよ。これ会心出ないもんな。溜めずに、さあこのターンです。大事なのは耐久は絶対足ります。ただし。5ターン目の高校凍てつく波動です。問題は。負け筋、高校凍てつく波動。で、5ターン目優勢軍あるよ、一応。あと。負け筋あんな。結構、しかも濃厚な負け筋やな、それって。ギガデインとかよかったか？あー、ちょっと待って、これ。待って。50%、5割で負ける。これ多分5割で負ける。50%、5割で負ける。これ多分必勝ポーズ見つけます。ああ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 自分の力で勝てないからってさ、凍てつく波動とかいうさ、そんなチート技使っていいと思ってんの？てか、なんならこいつらみんな遅い方なのに、もう、うわ、こいつ腹立つ。めっちゃずるいやん。なんだよ、それ。え、そんなんやっていいと思ってんの？高校凍てつく波動とかやっていいと思ってんの？お前。マジ？お前、それは、話は違うじゃん。勝たせてくれよ、すぐ。待ってー。なあ。神は言っている。ここで死ぬ定めではないと。は。は。は？ごめん、携帯見てたけどさ、今とんでもない攻撃起こってたぞ。帰ってきたぜ。帰ってきたぜ。必勝パターンってもう店にな、お前に。さっきのはな、ノーカンだ。いや、負けだよ。負けなんだよ。いや、さっきはね、耐久が足りてるっていうのは分かってたんで、とりあえず4ターン目まで削りたいなっていうのはあるんですよ。ギガデインとか使えばいけるからね。だが天使の色にはさすがにいらないか。ただ怖いのはさっきね、全くラプソンの行動で引かなかったんですけど、輝く息、3ターン目に輝く息が去って、その輝く息が打点取られるんじゃないかなって思ってます。輝く息は普通に氷だからね。あー、サイコストームかー。なるほどね、サイコストームやだね。あー、まあまあいいか、サイコストームはいいか。輝く息1ターン目もあるしね。3ターン目と1ターン目にサイコストームあるんで、あのサイコストームか。あ、そうか、ごめん。輝く息だってるわ。輝く息は1ターン目3ターン目だ。疲れてんのか。まだ2回目だぜ。フィジカルコマンド打って。できれば削りたいな。耐久は足りてるよね、多分。たださっきはちょっとドルモアとか来て、運が良かったもんもあったから、どうなんだろう。今回、で耐久寄りにモンマスのパーティーを組むと、やっぱ火力足んないね。こう実感できるんですけど。モンスターマスターって3体を火力用にすると圧倒的に主人公パーティーより火力は出るんですけど、モンマスでじゃあ耐久向けにすると主人公パーティーより火力が全然足んなくなるんだなっていうのをよく感じてるわ、こうしてみると。はい、オッケー。ドルモンは来んないよ。ここで流星群引かなかったのもすごいラッキー。次のターンメラゾーバか輝く息か。でも輝く息でね、行動不能になるのが一番まずいんだよな。打点はね、嘆きのボルトカラッペで取れてるから。ナイトリッチはもうね、ここに立ってる子が。なんでちょ、お前何してんの、そういうさっきから思ってたのさ。240。安定の250とか240とかしか出さない、こいつ。
でギガ電影をどっかで打たないとダメだ。そうだな、4号の凍てつカードがきつすぎるな。そう考えると4号やもんな、凍てつカードが4によって1,3とかそういう消えちゃうもんな。とどめ打ちたいよっていう時に打ってくるからな。だから難しいんだろうなこいつ。だからこいつ多分生放送とか動画でも苦戦してんだな、多分そんな気がしますもん。さあ3ターン目とりあえず打点をいい感じに取れてます。でギガデインとか光の玉とかでそっちの方にしてみましょう。今回はって必勝パターンちゃうんかい。さあここ大事。あー来ちゃったー、これやばいよ、さすがにやばいかも。投げ切る亡霊が吹き飛ぶんじゃないかな。いやー、うわ、ナイトエッジ、まあナイトエッジが動きないならいいか。まだいい。で次のターンにこれこれカルペカルペ、いや無理やな、さすがに無理だな。これねカラッペが今フィジカルコマンド当ててギガデインのルートやったらいけてるかなと思ったんけど、これはやばいぞ。また5ターン目、また5ターン目え、また5ターン目ですかこれ、もしかして。そうだね、また5ターン目だね。また5ターン目、俺5割の負け筋を引くんじゃねえか。嘘でしょ。そうだな、さっきみたいに、ドル、あのね、ラプソンの素早さって50なんで、遅い方なんですよね。だから高校凍てつカードが嫌なんですよ。これ動けない。ギガデイン撃とうか。ギガデインだね。ギガデインで、とりあえず、とどめ圏内には持ってったよ。さあ、みんなが走っちゃうか。ラプソンが遅く、なんか、それは負けです。ラプソン遅くなって凍てつカードで負け。さあ、まずカラペが行ってしまった。おーい、おい、どっかで見たよ、この光景。やめて。ちょ、どっかで見た光景だけやめて。ラプソン。おい、お流星君、ちょっと待って、これ耐える？いや、大丈夫。耐えれる。ため、耐えろよ。おーやったー、勝った、これは勝った。よっしゃー、そうだよな。てか、ナイトリッチとかライブリーも遅いんだからさ。ラプソン早く動かないとダメだよ。やった、必勝パターンだ。なんだったらこれギガデインもいらないじゃん。4号が強いっていうのはよく証明されたわ、お前。つまりラプソンってよく分かった、何が強いか分かった、高校鉄道が強いんだこいつ。原作のね裏ボスっちゅうのはねいつも思います。お前そんなに強いならラスボス蹴散らしてくれって、裏ボスがラスボス蹴散らすゲームもあっていいんじゃないかなって思うんですよ。そんなにお前強いんだったら、ああ、そんなゲームあったなってか。あれ、そんなゲームどっかで見たことあるな。なんだっけ。やった、勝った。必勝パターンだ、これ。ね。耐久もあるし、火力もまあ、そこそこあったんで、凍てつカードに悩まされただけなんだなって、よくわかりました。いや、火力も高いんだけどね。はい、というわけで、今回必勝パターンチームということでやってみました。初見の時に悩まされてたラプソンの超高火力は確かになかったですね。はい。ほとんどだいぶ経験してたりミスになったりしてたんで、確かにね、火力面に対しての不安は全然なかったです。ただ、こっちの火力が低いことと、やっぱりラプソンの、多分これはラプソンね、多分どのパーティーでも多分根本の問題だと思うんですけど、4号に、凍てつカードがあるんで、そっちに悩まされたって感じですね。はい。なのでね、ドレアムみたいに5ターン目に鉄カード、そう、そういう連中は本当にね、大変だなってよくわかりました。5割で負けだからね。究極の5割で負けるっていうね。いやでも本当に、やっぱね、暗黒耐性が高いやつっていうのは、やっぱ魔王にすごい刺さるんですよ、やっぱり。暗黒が入ってるやつはばっかりだからね。だからこそ、暗黒弱点のね、勇者やゴールデンゴーレムとかね、そういうモンスターたちは結構苦戦するんですよね。はい。というわけでね、今回、この必勝パターン、無事、証明できました。イェーイ。ゴリ押すなよ。Yeah, you know.
やばいぞこいつら。まだ1400。あれ大丈夫これ。あれ、いや耐えれるでしょさすがに。あいえいえ、あい勝ち、あいえ勝ち、あいさよなら、つばぜでしたーい。Oh!